えと最長12時間平均10時間寝るのは逆に寝過ぎですかデメリットを教えてください別にあのなんか気持ちよく寝れるんだったら何の問題もないと思いますデメリットとしてはまああの活動時間が短くなるっていうのはありますけどまあ人それぞれなのね気にしなくていいんじゃないかなと思いますけどその睡眠時間その自分にとって必要な睡眠時間って結構人によって違うんですよねショートスリーパーの人とかってあのめちゃめちゃ深い眠りを短くするので逆にその深い眠りの時間って何しても起きなかったりするんですよ あの火事になってそのまま起きれなくて寝ちゃったまま死んじゃう人みたいなのんですけどで逆にその長時間寝る人って割とその浅い睡眠だったりするのでちょっとしたことで目が覚めたりみたいなのがあるので,で訓練するとショートスリーパーには一応慣れるらしいんですけどどうなんですかね